いやか。改めてお聞きします。バッターの田村、どういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる。打った、ライン際入った。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。バッター伸びる、伸びていく、レフト線破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ1点追加します。改めてお聞きしますが、バッターの岡本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよる。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ、際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。これが2球目、今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これが3球目。3球目打ちました。大きな打球になった。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ期待に、インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには森が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点。引っ張った、大きな当たりが外野を襲っている。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンド、バッターは中川。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球打ち、この打球はフライになっています。外が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っているカリステ、メルセデス。まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルです。真ん中打ちました。ファールグラウンド、切れました。ファールボール、ライト方向流しました。メルセデス、アウト。そのままタッチしてツーアウト。バッターは3番ビシエド。ツーアウトランナーありません。この回のメルセデス4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。さて、このビシエド、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが特徴ですね。ああ、そうですか。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。2回になります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは福留。先ほどの打席はライトフライに倒れています。打ちました。これはセカンドライナー。バッターは今日 DH に入っている吉田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、大きな打球、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。素晴らしい。いや、完打ちました。これも入った、ホームラン。バントの構えを見せてきました。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か。打った、高く上がった、レフトが下がっていく、入った、ホームラン。いや、インサイドの難しいボールでしたけど、完璧に捉えましたね。そうですね。打順は5番土井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、ほんといいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った、ライン際入った。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁到達。打席には6番バッター岡本。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ走ってきた、キャッチャー送球し三塁タッチアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。2球目打ちました、ヒットになった。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁、バッターは7番山田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っ、ランナースタート、キャッチャーと滑り込んでアウト、盗塁失敗。どうでしょう、サインの見間違いでしょうか。これはどうなんでしょうね。ヤクルトスワローズ最後の攻撃になります。コルデロが打席に入ります。ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回を、初球打ち、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。バッターは DH 川田。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球見送っています。スピードボールを持っています。2球目打ちました、外が掴んでツーアウト。バッターボックスは